でもなんか一人暮らしってこうなんか自由そうですよね、はい、快適そうな感じがしますね。快適ではあります。例えば生活リズムキープすごい大変みたいな。そう、なんか何しても自由だから。僕実家暮らしなんですけど、やっぱり部屋片付けないと怒られるんで怒られるんですか？そう、怒られる。母親に怒られた。ベチョベチョ職人が僕追ってますね。了解です。これさ、あ、これダメなんだ。僕チェイスです。ちょっと待って、キーボードバグ本当にやだ。あー、遅なんでこれ。あ、もう完全に塞がないと。あ、この窓枠は強い。これ塞ぐのって何秒か分かります？15秒。はい、ぐらいだったから。泣いてすぎます。93のこんちゃん。なくなる。惜しい。今どこちですか？あ、今1階ですね。ここはちょっと同性交換でも作ろうかな。ほいほい。滑り台の方来れたりしますか？あ、滑り台行けますよ。どこですかね。滑り台、はい、滑り台こっちです。あー、ごめんなさい。救助庫でも大丈夫かな。あ、救助後…ここの木にワープあります。このキーワープ入ったら、キーとかが…あ、了解です。キーありましたっけ、キーなんだ。なんか街路樹みたいな。はいはいはい、OK です。じゃあそこのキー行きますね。はい、どうしようかな。4割球で通電できますかね。固められてもでもできるな。ただ終点行っちゃいますね。なんかそこら辺で。それでもいいかも。うん。あ、多分守り行きました。この間箱開けちゃって。絶対伸びるので大丈夫ですよ。あ、オッケーです。強制送還があるので。強制送還。そうなんですよ。延期でもできるんですよ。よし。あ、やばい、来た。やばい。強制送還するときってそのワープの角度とかも。重要ですよ。大事ですよ。なんか0度から分度器の0度から90度じゃないと、はいはいはい、貼れない、相関されないみたいな。お金もらえるかな。うんです、もうちょいで。はい、お、当たるか。ちょっと急上。あ、すんですよ。あ、上げちゃって大丈夫です。ナイスです。ここの位置結構浪人でも強いんじゃないかな。引き止めるとこあります？あ、引き止める、ちょっと見ますね。ないですね。で、上あるんで上下瞬間かな。お、ボール。あららら、あ、ちょいちょいちょい、あ、ちょいちょいちょい、あ、細い。あ、ちょい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 、暑いな。多分もう終わるかもですね、そのアチチチモード。もうそろそろだと思うんですけど、ね。ナイスです。まだ終わらん、シューってならん。あ、おー、終わってる。よかった。これ狙えるな。いけます。ハンダトロンで繋いで。はいはいはい。ここ釣ります。
あ、地下持っていきますね、地下。あ、ロング先に消すか。なるほど。あ、いや、これ出ちゃおうかな、さすがに。あ、もう出ていいですよ。Okay、あれ、ハッチってもしかしたら、一回だけ動くの？あ、確かさっきありました。あの、あ、ここチェイス中見えたんで。確かここにあった気がする。あれあれねあれ僕は何を見てたの？おばちゃん、治療で。治療で、そうですね。治療で。でも、ない気です。ハエンローで仕留めたい感じかな。おら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 、この木で、この木で、この木で。これは、お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 、よ。何その体勢。ナイスです。オッケー、ナイスです。ナイスでした。いやー、よかったです。結構いけました。骨董師はなんか一応そのあんちゃんの猫のついてても当たりましたね、攻撃。マジ？そう。ギリギリ当たっちゃって。ギリギリ狙えるんだ。なるほど、いいこと聞いた。うん。そうだったんだ。びっくりしましたね。猫ついてから大丈夫だろうと思って。胸張って歩いてたら。アスレにボンちゃん行ってるんで気をつけてください。はい。小舟の方ですね。はい、リーさんか。いや、違う違う違う。あ、じゃあ、小舟小舟。これじゃない？あ、小舟ですね。え？これですかな？バチバチだけど待ちます。そうですね。待つのが一番効率いいんじゃないかな。なるほど、オフェンス多いか。まあでも傭兵いるから全然痛くないですけどね。ここのオフェンス多いは。電話つながってたらいいなですね。黒やっぱ今って初手伸ばさないと勝てないですもんね。うん、勝てない。セカンドにフクロウとか多分無理なんで。最近アサランとかやっぱ一人で行くよりも組んだ方がいいから。あ、よく当たるし、はいはい、DM もらって行ってるんですけど。あ、はいはいはい。やっぱ喋るの緊張しちゃって。あー、そう、そうですね、無心なしでやってるんです。あー、 あ、僕読んでいこうかな。うん、フロあると思うんで。ただ特殊は入ってないんですけど、ボールの残量がちょっとゼロだったら9かなって思うんですけど、チャットがわかんないな。ちょっとこれ、これをプロ。いや、いや、ナイス。うん、鬼没？いや、鬼没じゃない。そのとこ回します。あー、惜しい。あー、惜しいね。僕じゃあ自分の引き継ぎで。はい、了解です。あっぶなー、行けなかった。船下と真ん中と、ちょっとここ圧かかっちゃうかな。でもこっちに結構爆弾使うと思いますよ。これミステは危ないかな。あ、でもミステでもいいかもですね。こっから追われるのも傭兵とノーダメのあれなんで、うん、これミステの方がいいですね。離れよう。もうだいぶ距離取っちゃっていいですね、これは。はい、了解。距離取っちゃいましょう、みんなで。瞬間の可能性がありますね。だね。真ん中いた、真ん中いた。はい、もう全然距離取れてるんで、多分ゲート前の占い師が危ないかなっていう。あ、帰ってきた、帰ってきた。あ、オッケー。いや、違う、タケちゃんごめん。あー、信用すごいするな。あ、信用だけがすごい。
アセレの板のところからゲート前。いや、船下ですね。船下か。ラスト船下引き継ぎなんで離れられるかな、ちょっとボンちゃん厳しいかも。あ、でも硬直いいよ、いいよ。リモートどうだ。お、なんとか生きたっぽい。生きた。どう。ただ船下まだなんですよね、これぐらいなんで。あ、全然まだだな、きついですね。そう、ちょっと救助が。あ、でもそこの椅子だったらまだ。いや、ダメだな、これ。Dさんの引き継ぎ先行きます。あ、もう、1割なんで開けちゃいますね、ここ。あ、はい。あ、見せた。だいぶ僕の方に。ねえ。いや、椅子前戻りましたね。異常はしないか。いや、ここもこだわるしかないんで、僕、結構こだわりますね。爆弾は割と使ってる方だと思います。あ、結構来た、結構来た。はい、もう多分椅子前キャンプだと思う。あ、爆弾1個。はい、あと3、救助さえできれば。 OK、 救助してあと10秒ぐらいです。流れで行きましょう、沼さん。はい、流れで行きます。いや、惜しい。もう本当に寸寸の寸ですね。了解了解了解。で、占い師も来てくれてるけど、いやでも占い師が怖いな、これ。いいですね。うん、2人でもいいかもしれない、全然。ナイス。OK。はい、壊れてる。はい、で、海岸ゲートそのまま開けてるんで、はい、ワンチャンそっち行こう。うん、ワンチャン。ワンチャンだね。ゲート前はハッチないですね。開きますね、沼さん、それ。あ、開きましたよ。じゃあワンチャン壁ください。お、ワンチャン、はい、ワンチャン壁。壁、 OK、 よし。ありがとう、やった。ナイス、よかった。ナイス勝ち、ナイス勝ち。動画を見ていただきありがとうございます。これからも動画投稿やライブ配信をやっていきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。バイバーイ。